ははいこんにちはレトスノーノです本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます個別指導の値上げまであと数時間となりました現在の割引価格は今日までです本日の24時を過ぎると値上げとなりますのでご了承ください今から理解学習を実践すれば焦らずに来年の合格を目指せます もし自分自身で理解学習を実践するのが難しいなと思うのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。今からであれば、あなたに来年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。それでは本日の3問に入っていきます。A 所有の建物につき、A を売り主、B を買い主とする売買契約が成立し、移転登記後、引き渡し前に地震により建物が滅失してしまった。 この場合、両者の責任することができない場合、飼い主 B は売り主 A からの代金の請求を拒むことができない、丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、ツ、えー、ですね。飼い主 A は売り主 A からの代金の請求をこれ拒むことができます。契約が成立して引き渡しをする前に、どちらの責任でもない自由。 まあ今回で由う、地震ですね。これで目的物が滅失した場合っていうのは、飼い主っていうのは代金の支払いを拒絶することができるんですね。このどちらの責任でもない自由っていうのが、ここの部分です。両者の責任期することのできない場合。ここの内容ですね。これちょっとわかりづらく書いてあるんですけども、両者、売り主、飼い主の両者ですね。両者のどちらの責任でもないような理由が原因っていうことです。今回言ったこの地震ですね。 地震によって建物が滅出した場合って話です。この場合、買い主 B 責任ありませんので、売れ主 A から代金の請求があったとしても、それを拒むことはできますよと。まあいう話ですね。これ、改正民法の内容でございます。で、この点については実は関連ポイントがあって、一緒に覚えていただきたいものがあるんですね。なので、ちょっとこの点についてはですね、個別指導で解説させていただきます。 あの、本試験で取材されてもおかしくない部分なんで、こういった部分を一緒に頭に入れていくってことが効率的な勉強なんですね。一つだけ頭に入れたとしても、もう一方が頭に入っていないと、もう一方が取材されたりするわけですよ。また、別々に覚えてしまうと、その関連性っていうものが分かっていない状況なので、混乱の原因にもなるんですね。なので、関連するポイントっていうのはちゃんと一緒に勉強するってことを、ぜひですね、日頃の勉強から行ってみてください。 で問いに、ね、事務所とは本店または支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず、他の兼業業務のみを行っている支店は事務所に含まれない、○か×かという問題です。で、これ答えは丸ですね。まずちょっとこれ、間違えやすい部分なので、整理しましょう。宅建業を行っている本店、および宅建業を行っている支店、これはもうどちらも事務所です。 こちらちょっと見ていただきたいんですけども、これ本店、本店、支店、支店なんですね。で、これ宅建業を行っている本店ですね。これ宅建業を行っている支店ですよね。これどちらも事務所に該当って書いてある通り、事務所に該当するんです。では、本店は宅建業を営んでいて、支店は宅建業を営んでいない場合、本店及び支店は事務所に該当するか、それともしないのか、これをちょっと考えてみます。 この場合どうなるかっていうと、本店は宅建業を営んでるわけですね。この場合っていうのはここに当たるわけです。これですね。つまり事務所に該当します。まあ、先ほど言った内容ですね。で、支店はこれ宅建業を営んでいないんですよ。本店宅建業を営んでいて、支店は宅建業を営んでいない。まあ、ここの事例は建設業を営んでいるっていう事例なんですけども、宅建業を行っていません。この場合、この支店は事務所に該当しないんですね。つまり、本店は事務所に該当して、支店は事務所には該当しません。 ま、これはここの内容ですね。で、今回の問題っていうのはここの内容なんです。視点の話なんですよ。宅地建物取引業を行わず、他の兼業業務のみを行っている視点って書いてありますよね。先ほどの事例で言うと、建設業を行っている視点の話ですね。この場合、事務所に含まれませんでしたよね。ここですね。なので、事務所に含まれないっていうのは、丸になるということです。で、もう一つ考えてみましょうか。本店は宅建業を営んでいない。 これですね本店は宅建業を営んでいません。建設業を営んでいます。支店のみ宅建業を営んでいます。支店、宅建業を営んでいる。この場合どうなるかっていうと、この場合はどちらも事務所に該当するんですね。本店は宅建業を営んでいなかったとしても、支店で宅建業を営んでいると、本店も事務所に該当します。宅建業法上の事務所に該当するということですね。この点はしっかり押さえておきましょう。この4つの事例ですね。多くの方がこれ整理できていませんので、ここちゃんと整理しておきましょう。 で、問さ3です。土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については、施工者は事業の施工のために必要となった時は、いつでも移転または除去することができる。丸かツかという問題です。え答えはツですね。この施工者っていうのが誤りになります。建築行為等の規制に違反して建築された建築物は、これ邪魔ですよね。この場合、都道府県知事等、 知事は相当期間を定めて必要な限度において現状回復または移転除去を命じることができます。つまり移転除去できるのは知事なんですよ。施工者の権限で移転除去ができるわけではありませんので、ここは引っかからないようにしましょう。で、実はこの問題から非常に重要なことを学ぶことができるんですね。で、実際、えー、この重要なことっていうのは予備校でもあまり教えていない内容なんですけれども、 卓形試験に合格するためにも一番重要と言っても過言ではない内容なんですね。で、えこういった予備校でも教えてくれないような理解学習を実践したい方はぜひですね、個別指導をご検討ください。個別指導では予備校とかでは教えていない。でも、卓形合格するために重要な部分までお伝えをしております。来年絶対合格したい方は個別指導でぜひ一緒に学んでいきましょう。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。あなたの受講お待ちしております。